巨人の若林明弘内野手30と日本ハムコーリタクヤ保守25の1対1のトレードが11日、両球団で合意に達して発表された。アスタリスクアスタリスクアスタリスク新規一点、若林が北の大地で再スタートする。背番号は49に決定。内外野をこなす万能性に左右を奥にしないスイッチヒッターは12日の広島戦。 エスコンで新天地デビューする見通しとなった。7年目で訪れた天気。ファイターズに行っても変わらず元気な姿で活躍できるよう頑張ります、と約束した。新庄政権3年目で7件目のトレード。日本ハムでは松本ゴー羅と同学年で、30歳ながら野手では4番目の年長者となる。豊富な経験は若手主体のチームにとって貴重で、木田 GM 代行は今のファイターズにはいないタイプ。 と期待を寄せた。柔軟かつ大胆な起用を見せる新庄野球にもフィットする可能性が高い。指揮官は、球団にユーティリティープレイヤーの給料査定を一つのポジションを守る選手より上げてください、とお願いしたい、と検討中。この、マルチ査定構想、も、若様、の追い風になりそうだ。